エルンスト・アウグスト・フォン・ハノーファーは、ハノーファー王国の王族。1845年、ハノーファー王太子ゲオルクとその日のザクセンアルテンブルク、皇女、マリーの間に長男として、ハノーファーの旧宮殿で生まれた。1851年に、父が即位すると王太子に建てられた。1866年に、広島戦争が起こるとハノーファーは、オーストリア法につき、 エルンスト・アウグストも参戦したが、オーストリア側の敗戦によりハノーファーはプロイセンに併合されて、ゲオルク5世は敗位され、エルンスト・アウグストも王大使の身分を失った。1878年に父が没すると、名目的な国王、エルンスト・アウグスト2世となった。1884年、遠赤にあたるブラウン・シュバイク公ビルヘルムが死去した。 エルンスト・アウグスト2世は血縁を根拠に、ブラウン・シュバイクの行位継承権を主張したが、帝国議会は、ブラウン・シュバイク行位を空位とし、広告には、殺傷が置かれた。1913年、交渉の結果エルンスト・アウグスト2世は、行位継承権を放棄し、三男のエルンスト・アウグストが、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の王女ビクトリアル・イーゼと結婚して、 ブラウンシュバイク公に即位することとなった。第一次世界大戦でドイツとイギリスが敵対することになると称号剥奪法に基づいてイギリス王族の身分とカンバーランド・テビオット・デール公の称号を剥奪された。1923年、居城としていたグムンデンのクンバーラント城で死去した。1878年12月21日にクリスチャンス傍城で デンマーク王クリスチャン9世の第3王女テューラと結婚した。ティーラとの間には以下の三男三女を設けた。エルンスト・アウグスト2世と家族。ありがとうございます。